どうも、こんにちは、こたたです。本日から、ドラゴンクエスト10オフライン、こちらをプレイしていきます。ドラクエのナンバリングは、リメイクも含めほぼ全てプレイしているのですが、オンラインゲームだった、ドラクエ10は全くやったことがありません。今回全く初見プレイとなりますので、ドラゴンクエスト10の世界を楽しんでいきます。お、これがタイトル前のムービーかな?さすがにここは二等身やないんやね。このムービーはオンラインでもあったのかな?オフラインからなのかな?おお、出たゴーレムや。なんとなくゴーレムってもっとでかいイメージやった。でもこんな化け物に襲われたら怖いよね。妖精の笛どこやー。キャー。あ、危な。この人何の種族の人やっけな。なんか見たことあるけどなーってレベル。すご、ゴーレムがバラバラや。トリマ美人のお姉さんやね、コタタが仲間になりたそうにそちらを見ている。よしよし、トリマオープニングムービーをゆっくり閲覧しますか。はい、相変わらずオープニングムービー見るだけで、テンション上がりますね。てなわけで、早速ドラクエをプレイしていきましょう。今回はどんな冒険が待っているのかな?ドキドキですね。さてさて、冒険の書を作っていきます。あ、プレゼントは後でいいか。プレイの環境?何があるんかな?日本と海外で決定ボタンが違うの配慮してるんかな?まあなんやようわからんから。適当に設定していきます。あ、今回も縛りプレイあるんやね。まあ初見なんでなしでいきます。男女選べるんか、最終的にどっちでもやりたいな。でも今回は女性キャラでやっていきます。おお、ドラクエ9の時のように、めっちゃ細かくキャラ作れるんですね。ちょっとキャラ作っていきます。はい、完成しました。こんな感じでやっていきます。兄弟キャラも作るんや。じゃあ妹ちゃんを作っていきます。はい、完成しました。ちょっと幼年期のビアンカ意識しました。設定やらキャラ作りも終了して、やっと冒険のスタートです。最初から種族を選択して冒険するのかな?って思ってましたが違うんすね。オンラインやったことある人からしたら、何言ってんねん?って感じなんでしょうね。
ローディング完了、冒険の始まりです。お姉ちゃーん。あ、そういえばボイス付きなんでしたね。忘れてたわ。妹ちゃん。やんね。何に乗ってんの？どう？いいでしょ？いや別に乗りたないけど。アバ様が乗っていいって言ってくれたんだ。ね、アバ様。ああ、今日は特別じゃ。村の守り神亀様。これ村の守り神やったんか。ほんまに乗って大丈夫なんかい。長生きはするもんじゃのう。さあ、行くぞ。他の者たちも乗せてやらねば。はい、アバ様。ねえ、お姉ちゃんも乗って乗って。ほら、私の手に捕まって。いやだから乗らんでいいって。え？こやつは乗せられん。なんでやねん。なんか拒否されると腹立つ。それはな。お、なんやなんや。ああ、やっぱりダメだったじゃないか。どうしてくれるんだい。ごめんなさい。ああ、今年最後のハツラツ豆が。まったく、逃げ足だけは早いんだから。ちょっと、ちょっと、いないのかい？あ、さっきのは夢やったようですね。おや、まだ寝てたのかい？あんたにしちゃ珍しいね。なんだって？あの子とアバ様が亀様に乗っている夢を見た？いやだよ、そんなことあるはずがないじゃないか。そうだ、それより聞いておくれよ、その子がね。錬金術でハツラツ豆を10倍に増やすって言ったのに、失敗して全部灰にしちゃったんだよ。錬金術の失敗、あ、そのうち錬金もできるようになるのかな。アバ様がとーっても楽しみにしてらっしゃったのに、ひどいだろ。あんたの妹の失敗なんだから、代わりにアバ様に謝ってきておくれ。知らんかな。言うまでもないけど、アバ様の家は橋向こうの高台にある大きな家だからね。じゃ頼んだよ。めっちゃ丁寧に行く場所教えてくれた。はい、ここから自由に動けるようになります。視点も自由に動かすことができるようです。樽や壺や宝箱見逃さないか心配すね。トリマ、アパ様とかいう人のとこに行きましょう。あ、このでかい家がさっきおばはんが言ってた、アパ様の家やね。行く場所を示してくれるって優しいね。この白いものがある場所も、今後の重要なとこなのかな？ちなみにガチで知りません。トリマ村の人と会話したり、壺や樽を探しながら向かいます。いや、忘れてへんわ。妹ちゃんは前々からやらかしてるんやね。
まだ最初やから操作方法をめっちゃ教えてくれるね。トリマ操作方法を教わりながら、アパ様の家に到着。家というより教会みたいやな。せっかく来たのに鍵かかってるし怒鳴られた。なんやねんこいつ。まあ神医とかいうやつのとこ行くか。ふかふかのもみ殻と、星毒消し草を探してこいと。村の人に聞けばすぐ手に入るんか、また村を探索やね。あ、樽は破壊できないんか。よし、頼まれもん探しに行くか。なんや、このおばはんは何もくれへんのか。と、トリマ？はい、ふかふかのもみ殻をゲットです。たまたま入った家でもらえるとかラッキーやったわ。ほんで、ここでもらえるようですな。はい、星毒消し草もゲットです。これで頼まれ物が揃ったので、アパ様の家に帰りましょう。おい、頼まれ物パクってきたでー。では失礼して、早速作らせていただきますね。いきなり喋んなや。ほんで、何作るねん。ご存知なかったかもしれませんが、実は私、裁縫が得意なんです。知らんがな。おばあ様の服も、いつも私が作っているんですよ。それはすごいな。よし、できた。ほら、香りも肌触りも申し分ない最高の安眠枕の完成です。お、ドラクエ5でも登場した安眠枕か。おばあ様もぐっすり眠れるはずですよ。さあ、早速おばあ様に使っていただきましょう。一緒に向かいの部屋に来てください。今度こそ会ってもらえるんかな。会ってもらえた。なんじゃこんなもの。あ、捨てられた。せっかく作ってくれはったのに。だったのに、よくもくだらんことで邪魔したな。すみません。実はハツラツ豆がなくなってしまったので、その代わりになればと思ったのですが。はつらつ豆がなくなったじゃと。おばあ様、お気を確かに。ああ、大丈夫じゃ。今は。なんや知らんけど、許してもらえそうすね。豆がどうのなどと言っておられる時ではないわ。
ちょうど良いところに来てくれたな。実は、え、寝てるとこやなかったの？したいことが。あやつは一緒ではないのか。やれやれ、どうでもいい時には顔を出すくせに、肝心な時にはおらんのだな。あ、すまぬが、あやつを呼んできてくれ。お前たち兄弟が揃っている時に話したいことがあるのじゃ。わしはそれまで休ませてもらうからな。真意よ、今度はわしの眠りを邪魔するでないぞ。はい。結局安眠枕使うんかい。めっちゃ爆睡しとるし。妹探しで、ついに村の外に出ないとのようです。これはやっと初戦闘ですな。てなわけで、村の外にレッツラゴーです。はい、外のフィールドです。モンスターはシンボルエンカウントなんですね。では早速戦ってみますか。はい、全ドラクエでおなじみのスライムさんです。私ドラクエ10の戦闘音楽好きなんですよね。1? マジっすか。スライム3匹もいるし、これは時間かかりそうですな。はい、スライム撃破、初戦闘勝利です。よし、戦闘もできたし、早速妹ちゃんを探しに行きましょう。あ、おった、こんなとこで何しとんねん。これも入れて、蓋を閉めて。よーし、今度こそすっごいのができちゃうよ。きっと。なんか変な帽子できてるし。やったー！なんかすっごいのができたよ。すごい？変なもんと間違っとるんやないの？お姉ちゃん。いいところに来たね。これ、お姉ちゃんにプレゼントなの。きっと似合うと思うな。は？いらんし、絶対似合わへんで。で、お姉ちゃんはこんなところまで来て、何の用事？え？アバ様が私を呼んでる？それって、ついにアバ様が私の錬金術を頼りにする日が来たってこと？ちゃうわ、ちゃんとハツラツ豆のこと謝らんかい。アバ様のところへ連れてって。私が作った帽子のこと忘れないでね。
取り締ぎに装備したけど、やっぱりすごい帽子やな。よしよし、妹見つけたし、アパ様の家に帰りましょう。おい、ばあさん連れてきたで。私が起こしますよ。寝起きのおばあさまは機嫌が悪いので。厄介なおばあさんやな。失礼します。おばあさま、彼女がご兄弟を連れていらっしゃいましたよ。とう、アクロバティック。 おばあさま、お元気そうですね。うん、快眠じゃ。おかげで寝覚めもよかった。なかなかいい枕じゃったぞい。 ありがとうございます。よし、みんな揃ったな。ではシン、村の者たちを集めよ。これより亀様のお告げを皆に伝える。はい。エテーネの民たちよ、心して聞くがよい。わしは神様からのお告げを賜る巫女として、託されたお告げをありのままに伝える。間もなくこのエテーネの村は大いなる災厄に見舞われ滅びる。エテーネの民は一人残らず死に絶えるじゃろう。ほんまかいな。そんな、何なんですかそのお告げは。神様は私たちを見捨てるのですか。静まれ。お告げにはまだ続きがある。エテーネの民は死に絶えるだろう。だが光明が残されていないわけではない。北の清き水の洞窟に咲く伝説の霊草天使の花があれば滅びの運命から逃れられるということじゃ。花があったら滅びの運命から逃れられる？なんでなんやろ。でも天使の花なんて聞いたことないわ。さよう。天使の花は我らが一度も足を踏み入れたことのない秘境に咲く。ゆえに誰が取りに行くかはわしが決める。天使の花を取りに行くのはわしの孫の真意とお主。え、なんでわいやねん。そしてお主もこの三名じゃ。大いなる災厄はそこまで迫っておる。だがわしも力を尽くす。このわしが亀様と共にエテーネの村を守りきってみせるわ。おお、さすがアバ様だ。よかった、安心していいんだね。え、安心していいんか。あそこ魔物が。なんじゃと。皆さん下がって。おお、神威強いやん。なぜ魔物が入ってきた。結界とか張ってたんや。意外とアバ様すごいな。アバ様は大丈夫だって言ってたけど、お告げ通り滅びてしまう。オニオンに破られる程度の結界やもんね。そりゃ不安になるわな。結界が破られるなんて。皆さん落ち着いてください。すぐに私たちが天使の花を取ってきます。さあ急ぎましょう。清き水の洞窟は育みの大地よりもはるか遠い北にあります。私の家で祈りを捧げてすぐに出発しましょう。てなわけでここから物語が進んでいきます。とりま、今回はここまでです。無事花を手に入れることができるのか、村を救うことはできるのか。
マジこの先の展開知らないし、ネタバレ踏んでないし、これからの展開が楽しみです。皆さん、一緒にドラクエ10を楽しんでいきましょう。あ、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。あと、過度なネタバレはお控えください。次回もきっと、面白かっこいいぜ。ほなまた。頼みます、頼みます、チャンネル登録よろしくです。